七色の星、やっと同じ空の下で笑えるね。靴ひもを結び直す時、
トミーです。よろしくお願いします。今日はですね、寒い中ご来場いただきましてありがとうございます。僕はあんまりちょっと札幌のね、札幌に住んでるんですけど、あんまり知らなくて、今日バス降りてこの会場に向かってくる間に氷像でいいんですかね、もう雪祭りのシーズンでこっちに来るときになんか大きい滑り台があって、あ、滑りたいと思ったんですけど、もうこの年なのでちょっとあそこで滑るのは恥ずかしいなと思いつつ、横をこうね歩いて会場に来ました。皆さんもなんか雪祭り会場とか、まあ、行かれましたかね。行ったっていう人、あ、結構いますね。おお、インフルエンザにはお気をつけください。マスクしてくださいね、ぜひ。はい。あと手洗い、帰ったら手洗いとうがいですね、大事です。はい。そうですね、次の、曲行く前にですね、お知らせが一つありまして、僕自身今ソロでやってるんですけれども、次のミュージックブック21日にありまして、そちらの方でですね、僕が、新しくユニットに入りまして、まあ、4人体制でやるんですけれども、オルシンズっていうグループユニットでやらせていただきます。歌オンリーではなく、ちょっと振り付けだとかありますので、ぜひ来て楽しんでもらえたら嬉しいなと思いますので、ぜひ21日お時間を作っていただけたらなと思います。オルシンズっていうグループの名前をつけたのは実は僕です。はい、実は僕です。はい、ぜひどんなグループなのかっていうのも込みで見に来てほしいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではですね、続いての曲で、僕いつも2曲なので、続いての曲で最後なんですけれども、いつもバリ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 踊ってるんですけれども、今日はちょっと静かめにやりたいなと思っております。ノンストラックオリジナル曲、聴いてください。クラクラワンダーランド。キラキラに光る君が。
この後もたくさんの人に参りますので、ぜひ楽しんでいってください。ありがとうございました。